フォームの安定性を高めることを今重視してやってます。やっぱり大会になったら出てくる悪い癖だったりとかっていうのも課題として出てきているので、そこを練習で改善できるようにっていうことを日々してます。オリンピックの幕取りに関わる大事な一戦になるので、あそこは結構充電してる試合ではあります。団体で3位以内、個人でも、まあ、メダルを獲得してオリンピックにつなげたいなっていう気持ちはあります。やっぱり集中力が最初から最後までいい集中力で続けられることができた試合だなって思ってるんですけど、やっぱりそのオリンピック東京の方で悔しい思いをした分、やっぱりオリンピックにまた出てリベンジしたいっていう気持ちが強いので、まあ絶対自分が代表になるっていう気持ちで臨めたと思います。メンタルももちろん諦めないって気持ちがずっとあったと思いますし、まあ、技術的にも以前よりちょっと安定しているところもあると思うので、そういったところが自信になって、まあ、最後まで気持ちを切らさずできたのかなと思います。やっぱりメダルを獲得したいって気持ちが強かったので、結果を残すことができなくてすごく悔しい思いをしたので、やっぱりその思いがもう以前よりさらに強くなってる気持ちです。射形とか打ち方とかが結構崩れてしまった期間がそのオリンピック後続いたので、もうオリンピック終わったら、終わってからすぐ1年間ぐらい結構落ち込んだ、成績も年齢的にも、はい、伸び悩んだっていうかもあったんですけど、やっぱりそのパリにつながっていく試合っていうのもだんだん増えていって、やっぱりその悔しい気持ちは忘れてはなかったので、もう諦めずにっていう感じ。昨年の11月のナショナルチーム選考会の時に、なんかあんまり良くなかった調子の中でも、そのいい結果、自分のプレーができて、まあ、1位で通過することができて、ナショナルチームに決まったので、まあ、そこですごく自信にもなりましたし、まあ、それが4月の選考会につながっていい流れで来れたのかなと思います。すごく大きなことだったと思いますし、あの大きな舞台で悔しい思いができたっていうことも、まあ、みんなができることではないと思うので、次につながるためには良かったのかなと思います。高校3年生の春の選抜大会の時に、その打ち方見ていただいたみたいで、試合で、いいねってなって声かけていただいてたんですけど、まだその時も就職の希望だったので、最初は断りしていて、もうちょっとゆっくり考えてみてっていうことで、まあそのままだったんですけど、まあ、インターハイで優勝することができて、なんかもうちょっとその上を目指せたらいいなっていう、やっぱり就職っていう選択肢を変えて進学って決めたので、やるんなら徹底的に強いところでやりたいと思ってて選んだんですけど、やっぱりそうですね、来た時はもうオリンピック選手とか、もう日本代表の選手とかレベルの高い選手ばっかりで、みたいなやっぱりこのままじゃ置いていかれて終わるなっていう感じだったので、最初はついていくのに必死な感じでした。誰よりも残って残り練習して、授業ギリギリまで打って空いてる時間は練習してっていう感じで、大学の授業がスポーツ生なので夜からだったんですけど、夕方4時頃からだったんですけど、朝9時から2時半とか、練習場からそのまま直接学校に行く感じで、空いてる時間はギリギリまで練習してっていう感じでした。最初はもう本当にコーチが言われてることをただやっていくっていう感じで、まあ必死についていく感じだったので、上を目指すっていうよりもみんなに遅れを取らないように必死っていう感じでやってたんですけど、まあ、その中でもコーチとか監督さん見捨てずにずっと教えてくださってたので、はい、なんかこのままじゃダメだなと思って、はい、やってました。まあ、大学の2年生の春のリーグ戦に代表として5人なんですけど、そのリーグ戦に出させていただいた時に、もう教えていただいたことがなんか実践でやることができて、結果もついてきたので、そこでちょっと自信になって、そこからだんだん上がっていけたっていう感
自分は一応職員としていさせていただいてるんですけど、はいはいまあ、ありがたいことに本当に選手としてやらせていただいてるので、はいはい月曜日が休みなんですけど、はい、火曜日から日曜日までは朝9時から夕方7時とか6時7時ぐらいまでここで練習してます、はい、じゃあもう9時間とかそれぐらい打ち続けてる感じ、はい、1日何本ぐらいだったって400から500もう毎日気づく点もありますし、うんですね、もう練習することでその成長できてるっていう実感もあるので、うん、やっぱり体力もすごく必要な競技なの で、はいでね、試合も長いですし、うん、毎日練習できてることはすごくプラスだと思います、ね、もう簡単なものですけど自炊はしてます、はい、でも野菜は頑張って取るようにしてます、うん、トマトあんまり好きじゃないんですけどトマトは帰ってご飯作って食べてですね。友達がたまに来てくれたりとか、はいはい、地元の友達とかが来てくれたりとかした時は、はい、静岡からですか？はい、は一緒に遊んだりとか外に出てショッピングしたりとかが息抜きです。へー。目の前の目標で言ったら、はい、世界選手権で世界選手権とアジア大会が一番大きな目の前の目標なんですけど、そこでオリンピックの枠を必ず取ってパリオリンピックにつなげて、でパリオリンピックでメダルを獲得するっていうところが今の大きな目標です。ありがとうございます。はい、ありがとうございました、はい。